ちょうど8時のアナウンスが流れたので始めていきたいと思います。<laughs> ありがとうございます。えー、っと皆さん今あのマイクの方なんですけれども一回よろしければあのミュートにしていただければと思いますのでできればお願いいたします。 ありがとうございます。えー、皆様初めまして。初めまして。してはい、はい。えっ、ー、と本日はあのクラブアズールの、えー、無料オンラインセミナーラパス編に、えー、ご参加いただいてありがとうございます。私ラパスを担当させていただいている、えー、中山と申します。よろしくお願いいたします。で現在あのコロナウイルスのええー、蔓延でなかなか皆さんダイビングに行くこともできず、えー、外出自粛が続いて。 我慢の生活が続いていると思うんですけれども、えー、クラバーズールの方で少しでも皆様に今後に向けて何か楽し,い、えー、楽しみを、ね、お持ちいただけるようにということで、今回、この無料オンラインセミナーというのを開催させていただくことになりました。で今回、初の試みになるので、少しお聞き苦しい点もあるかとは思うんですけれども、最後までお付き合いいただければと思います。はいでえー、と今、あのー マイクの方なんですけれども、ミュートになっているかと思うんですけれども、えっと後からあのご質問などいただく際には、一旦解除をさせていただいて、えー、ご質問を受け付けさせていただきますので、ただ今回、50名ほどぐらい、えー、ご参加いただいているということですので、うまくあの回答できるかがちょっとわからないんですけれども、えー、その場合は後日、メールの方でまた受け付けをさせていただきますので、あらかじめご了承いただければと思います。はい では早速、えー、ラパスのセミナーの方を始めていきたいと思います今回あのラパスのセミナーということで、えー、ラパスのダイビングガイドをしているスペシャルゲストの方をお招きしております、えー、静子さんよろしくお願いしますはい皆さんこんばんは私聞こえてますこれ聞こえてます聞こえてますか大丈夫ですか大丈夫です、えーえー、ラパスのガイドをしております静子と言いますで実はもう 日本に帰ってきておりまして、次のシーズンをワクワクしながら待っている状態です。今日も一日よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず最初にですね、えー、ラパス行ったこともある人、えー、ない人いらっしゃると思うんですけれども、ラパスのダイビングといえば、印象的なダイビングの映像を30秒ほど、えー、ご覧いただければと思います。 少々お待ちください。 ラパスののアシカの映像でしたねあのやっぱりラパスのダイビングといえばアシカのダイビングが有名なんですけれどもとても可愛いアシカちゃんたちがいっぱいいて、えー、今まで僕の方もねあのいろいろダイビングいろんなとこでさせていただいたんですけれどももうテンションがマックスに上がるダイビングナンバーワンといっても過言ではないんですけどどうですか静子さんラパスのアシカは。 シンプルにすごい可愛いんですよ。もう一週間に何回も何回も彼らと一緒に潜るんですけど、毎回、はい、毎回もうあのメロメロですね。<laughs> そうですね。すごい可愛いです。はい、お客さんも皆さんアシカ目当てで行くっていう方がすごい多いかと思いますので、えー、ぜひアシカのダイビングっていうのをしていただければと思うんですけれども、まずそんなアシカのいるラパセの生き方の方をご説明したいと思うんですけれども。えー 成田から、えー、メキシコ直行便で、えー、メキシコシティまでまず12時間45分、えー、ちょっと長いですけれども、フライトがありまして、そして、えー、国内線で約2時間45分の、えー、国内線で、えー、ラパスの空港に到着します。えー、ラパスの空港からホテルまでは約30分ほどで到着いたしますので、イメージ的には大体成田の方を、えー、昼間の15時ぐらいに出発していただいて、 日付変更線を越えて、その日の夕方には、えー、ラパスに着いてるというイメージになります。で、えっとメキシコシティの方を、まあ、経由していく形になるんですけれども、お荷物の方は、えー、アイロメヒコ航空の場合は、えー、23キロる2個まで預け入れが可能になってます。機内持ち込みも、えー、10キロまで、えー、可能ですので、まあ、機材、カメラなどは全て持って、 え行かかれるることとができるかと思いますで、えー、と荷物の方もメキシコシティスルーなので、えー、乗り継ぎもとても簡単になってましてメ、えー、キシコシティオンダジターミナル内で、えー、1階から2階に動くような形で、えー、乗り継ぎが完了しますでこのアイロメヒコ航空以外なんですけれども、えー、他に米系の航空会社アメリカン航空等で、えー、アメリカの都市ですねロサンゼルスだったりとかダラスの方を経由して ラパスから二時間半ぐらいの距離にある、サンオセデルカボ空港。の方に入るルートがあります。ただ、まあ、現在、アイロメヒコ航空の方がデイリーで飛んでいる形にはなりますので。あの、ツアーの方では、直行便の方をご案内しております。はい。はい。はい。えー、続きまして、ラパスの海の特徴ということで、えっ、ー、と、ラパスの海なんですけれども。えー、とても。 えー、すごい魚影の濃い海になってましてラパスの海正式名称はコルテス海になりますねでこのコルテス海については、えー、世界自然遺産に登録されております、えー、アメリカの南西部から続くコロラド川こちらの方から栄養分豊富な水が流れ込んで、えー、世界、まあ、自然遺産に登録された理由にもなっている独特な地形の方で えー、プランクトンが大量に発生して、とても魚影の濃い海になっているという感じですね。でこちらのスライドの方に記載している、えー、やし野生のアシカと遊べる、視界を覆い尽くすアジ玉、ハンマーリバー,、えー、至近距離でのジンベエスイム、モブラジャンプと、えー、ナイトモブラ、こちらの方はラパースで見れる、ダイビングで見れる、えー、代表的な光景の一つ一つなんですけれども。 1一つ1つ写真見ながらご説明していきたいと思います。はい、まずあの野生のアシカと遊べるということで、えー、すごいまあ代表的な、さっきの動画だと同じように代表的なものなんですけれども、アシカの方はカルフォルニアシーライオンというアシカになりますね。で、一番大きいコロニーとなるのが、えー、ロスイス・ロテスというポイントで、こちらの方には400頭ほどのアシカが生息していて、この写真のように、えー、至近距離で、 触れ合うことができますただまあアシカのこのコロニーに関してはメキシコの方でも保護の規制が入っていて、えー、8月いっぱいまでは、えー、ダイビングが禁止されてるとか規制が入ってるんですけれどもその時はあの違う、えー、ポイントがいくつかありますのでそちらの方にご案内してますねすごいアシカと近くでラパス遊べると思うんですけどなんか遊ぶのにおすすめのアイテムとかなんか技とかっていうのはありますか、はい えっとあのー、この写真見ていただくと分かるようにフィンを噛むのがすごい好きなんですよ。で、特にもうまさにこれ黄色とかなんですけど、黄色とかピンクとか透明のスノーケルとかもすごい好きで、あの普段つけてない方とか。でもこうつけていくと、この辺をガブ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 ってしてもらえたりとかします。で、意外とシンプルなただの布とかハンカチみたいなものとかを。 こうぴゃぴゃってやってるとそれだけでわーって集まってくる子とかもいますね結構、原色的なものにれて赤ちゃんとかは来るっていう感じなんですね。そうでですねで小さいおも、なんていうんですかね、人形とかおもちゃみたいなのとかをあげると、多分壊して喉に突かれたりとかすると怖いので、多分壊れにくい布とかが一番いいと思いますねはいありがとうございます 他にもですね、このロスイス・ロテスの方では、えー、拳台のジョーフィッシュとかも結構見れることができて、行ったら必ず見に行くと思うんですけれども、このように普段は砂地に隠れてね、あのー、住んでるんですけれども、現地ガイドがチョコラータっていう赤貝ですかね、これをちょっと餌として帯び <laughs> あ与えると、なんか全部出てきちゃったりとか、こんな食欲旺盛なジョーフィッシュがいたりもしますね。でこののジョーフィッシュの方はあのー今 臨海水族館の方に採取されていますのでそっちに行ったらラパス産のジョフィッシュが見れるというのがありますかね他には、ね、そうですねちょあっ <laughs> すごい、あのー、いっぱい子供もいっぱい産んで大きく育ってるみたいなんでぜひ見に行っていただければと思うんですけれども他には結構他にもいろいろ魚見れると思うんですけれども、はい、どこらどういった魚が見れますか とあのリクエストが多い魚が何種類かいてその中でもあのブルースポテッドジョーフィッシュっていう、まあ、ジョーフィッシュ、同じジョーフィッシュの仲間なんですけどこの先ほど紹介してた子たちはこれぐらいあるんですよこんな感じなんですけど、うん、今言ったジョーフィッシュはもうそんなに大きくなくてよく言うイメージ通りのジョーフィッシュのサイズで。であのー ブルーのドットがポツポツポツとついてるんですよ。で、婚姻色とかになると体の中心が白っぽくなったりとか、で赤ちゃんのうちは体が黄色かったりとかして、あのすごいね綺麗なお魚なので、ちょっとその子たち写真撮りたいっていう風に言っていただくこととかも多いですね。はい、結構固有種とかそういったのもいろいろ見れるっていう感じなんですね。はい、たくさんいます、はい。はい、ありがとうございます。で次が こちら、えー、視界を覆い尽くすアジダマということでアジダマ、メアジの群れになりますねでやっぱりラパスの海、とても、えー、プランクトン豊富な海になって魚影が濃いのでこれだけほんと目の前が全部メアジの群れっていう形の光景も見ることができてこれにさっきのアシカだったりとかうが突っ込む光景っていうのがあの他ればなかなか見れない光景だと思います群れ系だと他にもいろいろ見れると思うんですけどどういった群れ系が ラパスでは見れますかね、えっと、いろいろあるうちの今言ったこの目ジとかはこうラレーナっていう場所は有名なんですけどそれ以外にも、あのー、スワニーリーフってすごいそこもメジャーなライブサイトでそことかで見る場合は。 玉とかでではななくて、もう壁みたいになるんですよ。深度が浅い分、下から上までこうびっちり埋まるので、それがすごい綺麗だったりするのと、あとはさっき言ったロスイスロッテスの周りとかにバラクーダがすごいがーっと漏れるれる時があるので、そういうのを見つけられると最高だと思いい、いまます。す、はい。はありがとうございますちょっと出ましたけど、次が、えー、ハンマーリバーということで、ハンマーもラパスで見られますね。 やっぱその代表的なポイントで、えー、エルバホっていうポイントがあるんですけれども、ここっちの方で、えー、ハンマーーリバー見れることがありますまあすごいねこういったの見れたら圧巻だと思うんですけれども、エルバホでのダイビングで、なんか印象に残っているダイビングとか、こういった光景見たりはございますかそうハンマーもう去年とかはすごい当たって、あのー、もうバーっと一瞬にして出たりとかしたこともあったんですよ。で すごい印象に残ってるのは、あのカジキ、ョウカジキをあの間近で見た時があって、その時はあの、カツオを追っかけてたんですよ。で、カツオがこう、壁みたいにばーっと群れてるのを皆さんで見てる時に、遠くでチラチラっと見えて、なんだろうと思ってバッと追っかけたら、目の前に、もわーっと現れて、あの悲鳴でした。<laughs> <laughs> みんな喜んで。喜んんだのもそうなんですけどびっ,す <laughs> びっくりして <laughs> そそううですすね確かにそんな光景だとと、うんはい、ありがとうございますこんなハンマーリバーもあってあとは次の、えー、ジンベエスイムということで、えー、とラパスでもジンベエスイムができるんですけれどもこれはラパスのワンの方でのジンベエスイムになりますで、えー、ジンベエ、えー、と今時期も見れるんですけれども、えー、こちらもアシカと同様に規制、えー、が入ってまして、えー、お,よそおよそ10月ぐらいから えー、解禁という形になってますで参加いただければ、えー、すごい至近距離で、えー、見ることができるので大興奮は間違いなしだと思うんですけれども、えー、ツアーの方では、えー、とラパスの最終日に、えー、午前中ですねフライト前に、えー、参加いただいたりすることもできるかと思います結構ラパスの方でアシカもジンベエも規制が入ってるんですけれども、えー、と結構厳しい規制が入ってる状況ですかね そうでで、すねで、見てると年々厳しくなっていってはいます。ただ、あの厳しいって言うとちょっと聞こえが悪いかもしれないんですけど、あのジンベエにとっても私たちにとっても逆にいいかなと私は思います。あの、はい、一党の ジンベイに対していろんなボートがわって集まったりすることもないですし、交代交代で他のボートとこうやり取りしながらあの見るときは結構じっくりと見ることができるので、えっ、ー、と今の状況としてはいいかなと思います。はい。まあねお互いストレスためずにあのできれば一番いいですからね。はい。はい。で次、えー、こちらが、えー、モブラの写真になるんですけれども、えっ、ー、とテレビのねあの一丁 とかでも取り上げたられた、まあ、何百何千っていうモブラの群れあとはあのナショナルジオグラフィックとかであの取り上げられて結構外国の方とかであの人気になったモブラジャンプとかですねこういったのもラッパスで見ることができるんですけれども時期的にはこういったのいつぐらいに見れますかねモブ,ラモブラのこうジャンプとかおすごい大きな群れを見る一番いい時期はおそらくこの この今のからすぐあとぐらいと6月あたりが一番ベストシーズンではあるんですけど、はい、あの実際、ロスイスローテスの周りとかでじっと待ってるとあの結構、よく飛びます移動中とかにポン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 って急に飛び出したりとかするのも結構よく見かけるのであのボートの上で、えー、ダイビングの間とかでお昼寝とかするのではなくて海見てると結構チャンスあると思いますね。 移動中も気気気抜抜抜かか、ね、かずず、はい、ずにににいいいてください、はい、ありがとうございます <laughs> 次のお写真こちら、えー、ナイトモブラの写真になるんですけれども、えー、とこちらファンバハの、えー、キャンプっていうプログラムにご参加いただけると、えーまあ、参加いただけるダイビングになるんですけれどもナイトモブラもすごい人気でもう56年ぐらいもっとですかねやってますけれど、えー、これキャンプサイトの目の前の海で 最高する感じなんですよね。もう目の前です。本当にすぐそこっていう感じです。入るときはあのライトとかっていうのは特に必要なく入れますか？ はい、あの皆さんにはライトは持ってきていただく必要はなくて実際、私たちもあの大きなライトをボートの上からこう垂らすような形で落としてそこにプランクトンが集まってそこにモブラが集まるみたいな形でやりますで他のナイトダイビングみたいに水ス,スを泳いだりっていうのではなくてもうボートから入ったらそのまま下で着底をしてもらってこうモブラがファーッと泳ぎ回るのを下でこうやってジーと見てるような形になります。 はい、他にもあれですよね、えー、フグとか<う>ハリセンボンとか、<laughs> ハリセンボンとか、かいろんなエイの種類とかが、はい、こうちょろちょろその、集まったプランクトにその子たちも集まってきて、こう皆さんの足とかの周りをふわふわこう当たったりするんですけど、ほっといてあげたら何も起きないですし、ハリセンボンとかこう、皆さんの前とパ,パ,パク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 みたいな感じで、目の前、ほよほよ泳いるとかが見えて、すごいかわいいです。 はい、すごい人気のプログラムであの暗いところからねあのこのモブラが泳いでくるのが飛んでる感じに見えてすごい素敵な写真もこうやって撮れたりするんでおすすすめだと思いますで、えっと、ラパスの、えー、シーズンの説明なんですけれども、えっと、ラパスのシーズンは一応11月からあ4月から11月となってまして冬の12月から3月は、えー、季節風が、えー、結構吹いて港がクローズすることが多いので あの、アズールでは基本的にツアーをやっていない状況です。でハイシーズンは、えー、8月から10月となりまして、その時期はとても、えー、気候も安定して、気温が30度以上、水温も27、8度まで上がってくるのであの、メキシコの大自然を満喫しながらダイビングを楽しみいただけるかと思います。で、えー、アシカちゃんの方なんですけれども、アシカは、えー、ちょうど6月ですね、 えこれからという感じだと思うんですけれども、出産シーズンを迎えまして、そこから約2、3か月後から一人で泳ぎの練習を始めるので、まあ、ハイシーズンというふうになる8月から10月に関しては、アシカの赤ちゃんとも遊ぶのは絶好のシーズンという形になります。でえー、水奨のウエットスーツなんですけれども、結構やっぱりプランクトンが多い、えー、海になりますので、えー、半袖、半ズボンでも大丈夫なんですけれども、 3ミリ、5ミリのフルスーツっていうのがおすすめになっております。利、は、用、いえー、のダイビングショップなんですけれども、えー、皆さんご存知のファンバハの利用になります。でファンバハは、ねえー、と日本語ガイドが、ま、在籍してて、日本人も、えー、あとミキシカンが日本語を結構しゃべりますので、言葉の面では安心してご参加いただけると思います。もももちろんガイドも、えー、キャプテンも コルテス界の方を、えー、知り尽くしてますのでその日最良のポイントに、えー、案内してくれると思いますちょうど写真の真ん中の右側の黒いのが <laughs>、えー、チャベロというガイドで人気のガイドなんですけれども結構チャベロと一緒に潜りたいっていう形で来られ,来られるお客様も多いですよね多いですね大人気ですね <laughs> 大人気ですね日本語もとにかく上手ですし あのあケアもすごい、ね、あの上手な人なんで、安心して皆さん、任せられるんだと思いますそうですね、マリンダイビングフェアにもあの来てくれたりしてるので、知ってる方も多いと思うんですけれども、まあ、スタッフ全員、結構エンターテイナーな感じでやってくれるので、<laughs> あの日本のお客様、楽しんでいただけるかと思いますね。はい、はい 続きましてあのラパスのダイビングスタイルということで、えー、ラパスのダイビングスタイルなんですけれども、えー、デートリップと、えー、キャンプとクルーズという形で、えー、ご紹介しておりますまずはあのデートリップのご紹介なんですけれどもこちらはホテルに滞在しながら毎日ボートトリップにご参加していただく、えー、スタイルになっていますラパスの港から、えー、ポイントまでは、えー、約50分から遠いところだと2時間ぐらい えー、かかるんですけれども、えっと、ファンバー派の方は、えー、ボートを7台ぐらい所有してましてほとんどのボートが、えー、トイレ付きになってますので、まあ、ちょっと長距離の移動でもあの安心してご参加いただけるかと思います。でホテルの方はこの左側の写真の方がハイアットプレイスという、えー、ファンバーが入るホテルになるんですけれども、まあ、リゾート間のちょっとあるホテルだったりとか またはあの街中の、えー、お食事とかお買い物に便利な、えー、ブティックホテルようなところを選んで、えー、と泊まっていただくことができると思いますで。こちらの右側の写真なんですけれども、ラパスの街にあるアイスクリーム屋さんですね。なんかサボテンのアイスとかあるんですよね。 サボテンの実のアイスですね。サボテンではない <laughs> サボテンのミノアイスですね。はい、あのピタヤっていうこう真っ赤の実がこう一年三回になるんですけど、それでできたアイスがすごい美味しくて、こう色はなんていうんですかね、もう真っ赤どきつい真っ赤で、さも酸っぱいそうな色してるんですけど、ものすごい優しい味をしてます。あそうなんですね。すごい美味しいです。ぜひ行ったら皆さん食べていただければと思いますね。はい で、次の写真が、えー、こちらラパスのメインストリートになるマレコンストリートっていうところの写真なんですけれども、えっ、ー、と、大体デートリップご参加いただくと、朝のお迎えが8時ぐらいで、えー、お帰りが16時から17時の間ぐらいになってまして、その後ホテルで、えー、シャワーとお着替え済ましてから、まあ、街中のレストランとかにね、 あのお食事に出かけるという形になるんですけれども、いろいろレストランは豊富にありまして、えー、ミキシカン、えー、イタリアン、中華とか多国籍とかバリエーション豊富にあります。で、えー、と、お値段の方も、まあ、屋台並みな、えーまあ5、5ドル、10ドルぐらいから食べられるところから、ちょっとおしゃれなところに行くと、まあ、30ドル程度という形での、えー、お食事になるかと思います。で、物価なんですけれども、 えーそうですね、ビールとかに関しては、おおよそ35ペソから45ペソ、日本円だと、えー、200円、これ、レストランで食べたらあ、飲んだらそのぐらいのお値段ですかね。はい、でコンビニだと大体いい12から15ペソぐらいで、60円前後で飲むことができます。お水の方は、えー、1リッター20ペソぐらいなんで、100円ぐらいで1リッターお買い求めいただくことができます。で町の方も、ね、すごいあの綺麗で、まあ 田舎のこう海沿いの街、ね、っていう感じなんですけれどもお客様で結構女性の一人旅とか、まあの方とかも多いと思うんですけれども、はいえー、治安とかそこら辺ワラパスの街はどんな感じですかね あの基本的に治安は悪くないですね、で特にこの今、写真に出てるマレコンの通りだったりとかはあの1、ー、人で歩いてても全然問題ないですし車の人の通りもすごく多いですし、はい、あと、結構日が長いので夜、ね、日中すごい暑いんですよ、なんで夜遅くに子供連れて親御さんが出歩いてたりとかも結構多いのであの1人でも安心して歩いていただけると思います。そうですね。うん はいいありがとうございます、はいえー、次があの次のダイビングスタイルということで、えー、キャンプなんですけれどもキャンプはあの、まあ、ラパスのダイビングスタイルのこう独特なダイビングスタイルかと思うんですけれども、えー、こちらのキャンプサイトなんですけれども、えー、世界自然遺産に登録されているコルテス海に浮かぶ、えー、エスプリットサント島という島に、えー、なります。こちらの方に ファンバハのキャンプサイト、テントの方が建ってまして、えっと、こちらに泊まる利点としましては、やっぱりダイビングポイントへのアクセスの良さということになりまして、先ほどハンマーの写真が出てたエルバホなんかは、およそ30分程度で行くことができます。足川のポインントででですすととと分以内で、えー、行くことができまキャンプだと皆さん あのなかなかセッティングしたりとかいろいろサバイバルっていうのが心配になるところではあるんですけれどもすべ、えー、て必要最低限のものは整っていることになってまして、えー、トイレはもちろん男女別々で用意されていてシャワーも完備してますシャワーは、えーまあ、日中あめられた真水があの蛇口をひねれば出てくるという感じになっていて、まあ、手軽にアウトドアを楽しめる感じになりますね でえー、とキャンプサイトの方ではあの水、ソフトドリンクとビールの方は飲み放題になってますのであのダイビング後に、ね、すごい満天の星空になるんであのそれ見ながら乾杯っていうのもすごい楽しいかと思いますね。はい、であと、こちらあのキャンプの写真なんですけれども、えー、ダイビング後にあの行っていただくことができる、えーま、シーカヤックやパドルボート あすごいね、あのキャンプサイトの前の海も、こんだけ透き通ってて綺麗なんですけれども、キャンプの方だとやっぱり虫除けとか、あのーはい、カメラの充電とかね、いろいろ心配になるところもあるかと思うんですけれども、そこら辺の対応はどうなってますか、静子さん。 一応あのカメラとか携帯だったりとかの充電とかはできますあのソーラーシステムが用意されていて1日中つけてるわけではないんですけど決まった時間に充電をしてで皆さん自由に使っていただけるようになっていますで虫に関しては私たちの方はではこう日本から専用、えー、のスプレーとかを持って行って、えー、テントの中に一晩ピシッってやるとこう その日一晩あの虫が入ってこないですよというものだったりとか蚊取り線香とかは一応持ってきてはいるんですけど、あのー、ご自身で使ってる普段から使っている虫除けがあれば持ってきていただいた方がいいですし現地で売っている虫除けとかもすごい効きますクリーム状のものですごいよく効くので現地ですごい安いので買っていただいてもいいと思いますであとはとにかく長袖長袖ズボンです。 はい <laughs> 大事ズボンが大事と大事あそうでレギンスレギンスを私はよく履いてたんですけどあの皮膚と皮膚と生地の間に隙間がないものを履いてると上から時々刺されたりするので普通のズボンの方がおすすめですおすすめですね普通のズボンの方がいいですはいありがとうございます <laughs> なんかここでリスとかも見れるんですよね。 そうあのー、バビズリっていうなんていうんですかあのナウシカに出てくるキツネリスみたいな子がいてでその子がすごくかわいいんですけど、あのー、皆さん来ていただいた皆さんにはすごい愛されてるんですけど働いてるクルーにはすごい嫌がられててとにかく食べ物を盗むんですね。なのでキッチンに入ってってキッチンにあるものを取ったりとかあとテントの中とかに食べ物をお菓子とかを保管しておくと夜中に。 入ってきて取られたりするんですよ。チャックとかをこうキキキキキキキ,キってやったりする子たちもいるので、あの気をつけてください。あとはウサギがいますね。固有種のウサギが島の固有種のウサギがいるんですけど、夜になるとペコペコ。昼間はね出てこないんですよ。夜になるとペコペコペコと周りをね、あの皆さんの周りで遭遇できると思います。はい。まあそういったネイチャー体験みたいなものも、まあキャンプの楽しみの一つっていう感じですかね。 そうですね、もうあのー、星も綺麗ですし、はい、こう波とにかく波、夜寝てるときにずっとざざざざってこう波の音が聞こえてるのとかもすごい最高ですね,そですね、はい、それで、まあ、目覚めるっていうのもね、朝日一緒にという形ですからね、<laughs> はい、はい、ありがとうございます。はいはい、あと、まあ、キャンプの方は先ほどご紹介したナイトモブラのほうもあのご参加いただけるので、まあ、それも楽しみの一つになるかと思いますね。 はいでえー、最後がクルーズになるんですけれども、えー、と一応、クルーズの方は、またあの別途、セミナーの方を用意させていただいて、あの詳しくご説明させていただくことになってますので、あの簡単にご説明させていただければと思うんですけれども、まずこの写真の船なんですけれども、えー、バレンティーナっていう船になりまして、こちら、あのクラブアズールの方と、えー、ダイビングショップのファンバハの方がまが所有する、えー、自社船という形になってます。 で静子さんが、まあ、乗船していただいてますので、こ、まあ、言葉の面などはあのー、心配なくご参加いただけます。で、えー、ダイビングルートなんですけれども、えー、と一応、ラパスの中でも、えーまあ、4ルート用意させていただいてて、まあ、初めての方も、リピーターの方も飽きずにご参加いただけるようになってます。で、キャビンの方なんですけれども、えー、それぞれ、あのー、3タイプ、一応あるんですけれども、全室、トイレ、シャワー付きという形になってますね。 はい、毎日ずっとクルーズ乗ってたと思うんですけど静子さんの方ははい、なんかクルーズの良さだったりとかクルーズのアピールですよね、はい、あのー、皆さんは多分すごいねあのとにかく楽ちんだと思います起きて潜って食べて寝て潜って食べて寝て潜って食べて寝てって一日中こうそれだけしてればいいので移動もないですし。 あの上がってからざっと塩水流したりとかもすぐできるのでそういうのはやっぱりクルーズの,あのいい点かなと思いますね。そうですはちょっとまあ、今一回、えー、こちらの方でちょっで質問タイムを受け付けさせていただければと思うんですけれども、うん、ちょっと一回共有を停止させていただいて、えー、皆さん出てきたんですけれども。えー、と ちょっと一画面で収まりきらないぐらいご参加いただいてるんですけれどもありがとうございますはいあすごいすごい <laughs> すごいいっぱいいますねすごい <laughs> もう皆さんどう,うすごい <laughs> <laughs> はいその二ページメモいっぱいあるみたいで<ー>はいすごいですねありがとうございます <laughs> はいちょっと今まああのー、ささっとですけど <laughs> ラパスの松は、えーまあ、ラパスについてのご説明させていただいたんですけれどもなんか ご質問とかある方いらっしゃったら、こう手をこうなんかちょっとアピールいただければ、<laughs> ちょっと解除させていただいてと思うんですけど、誰かいませんか <laughs> いらっしゃいますなんか笑ってる方もいすど、ね、<laughs> どうですかね誰かいますかはい、はいあ。みんな大丈夫ですかねオーナーさんの方、平本さんとか、オーナーさん質問。 あります。あ、大下、あ,あ、大下です。大下さん、どうもお世話になっております。あ,<ー>ありがとうございます。あの、今、ロ、ロス、あの、八月まで潜れないっていうお話でしたよね。はい。ロスイスロテス。え、ロスイスロテスか。はい。で、あれ、ね、他の場所に行った時に、あの、その。アシカンの、その、カズとか、そういうのってのは、ロスイス。い、いすのですとか、あんまり変わらないんですか。あ、行く場所。 比べて、はい、ロスイスロテス,スと比べてですね。はい。はい、はい。他のポイントなんですけれども、あの、いくつかポイント、アシカがいるところあるんですけど、やっぱりロスイスロテスが、あの、最大のコロニーで400頭ぐらいいるので、えー、そこよりはだいぶ数少なくなっちゃいますね。で、やっぱりロスイスロテスの、あの、オスが、まあ、ハーレム作ってる形ですんで、そこの、まあ、オスが一番強くって、他の、そうですね、ポイントに関しては、まあ、20、30とか、 もっとと多いとこありますか、ね、静子さん結構ねあの数はそんなにねな場所によってまちまちなんですけどちょうど8月ってこうダイバーさんとかスノーケラーの人が全然来てなくて久しぶりにそのサイトに人が集まるんですよなんであの赤ちゃんとかではなくて1歳児とか2歳児ぐらいのちょっとねあのまだなんていうんですか高校生ぐらいの子たちが結構ちょろちょろしてて。で 人に久しぶりに会う分ものすごいちょっかいを出してくるんですよ。なんで赤ちゃんとかではないけど、えー、と行った先々でそれぞれこう場所によってあのー、どういう態度で来るかっていうのはちょっとまた違うんですけどさっき動画で見たような感じで皆さんのところに来てタンクにちょっかい出したりとかそういう子にはね結構見れます。はいうん なのでまあロスイスロテスにもし行けなくても違うポイントで足方遊ぶことはできるという感じですかね数はね<然>ちょっと少なくなっちゃうけどそうですねあの、はい、コロニーっていう感じではないんですけどあの足方遊びたいということであれば全然、うん、そこは問題ないですねはい、うん、そんな感じで大丈夫でしょうかあ、わかりましたありがとうございます、はい、ありがとうございます他に何かご質問ある方いらっしゃいますか <laughs> <laughs> いいらっしゃいます。2枚目はちょっとあれですかね、めぐみさんなんかご質問ありますか大丈夫 <laughs> あ <laughs> どうぞ、ミュートのまんまか、はい、大丈夫ですかね、ご質問タイムはじゃあ、これで、とりあえず大丈夫ですか <laughs> 情報がざッとね、はい、一気に来てますからね。ははい。いい。ありがとうございます。 じゃあちょっと続きの方を進めさせていただければと思うんですけれども、次、はいはいえー、がですね、えー、と2020年、今年からえ一応スタート予定の企画のご紹介という形になるんですけれども、えー、とラパスから北にですね約3時間北上した、えー、とプエルト・サン・カルロスという町がありまして、ここの沖合。 の方で見られる、えー、マカジキですねス、えーと。ストライプドマリーンの、えー、スイムを狙ったツアーになっております。11月限定で、ちょうどここ2、3年の間で、あのー、まあ、ヨーロッパとかアメリカのお客様に結構人気のある、えー、カジキスイムっていう形になるんですけれども、あのカジキ以外にも、えっ、ー、と、移動中にアシカだったりとか、まあ、あとクジラ、 イルカモブラーとかそういったのも見れますしアシカに限ってはですね、あのー、このカジキがベートボールを追っかけるんですけれどもそこの群れに一緒に入ってハンティングしている姿も見れるっていう結構こう荒々しい感じの <laughs> まあツアーにはなるかと思うんですけれども実際、しずこさんの方はは、ね、これ参加されて、あのー、カジキ見に行ったと思うんですけれどもどんな感じでしたか あのー、見れました、ばっちり、私が行った日はちょっとコンディション的に、あのー、激しい日だったんですけど、それでも見れて、ではい、結構、周りで友人とかも見に行ったんですけど、別の日に、すごいすごい数見てましたね、うん、ビュンビュンビュンって感じでした、すごかったです。そうですね、うんあのー、結構、海の中でも、あと移動中とかにいろいろ見れるんですよね、あのー、アシカも見れましたし、イルカとかもちょろちょろと出たりとかしますね。はい、うん ボボーートトはどういったボートで行きますパンガっていうボートで行くんですけどで背もたれとか,なんか何隻かいろいろ他のボートもちょっと見たんですけど背もたれとかがあるようなボートではないので、えっと、移動の時、特に外洋に出た時はちょっと,ちょっと大変ですボートが揺れ出すのであの後半の1時間とかちょっと、ね、大変かもしれないですね。 カジキね他でも見れるところあるんですけれども有名なのが、あのー、カンクンの方で、うんあのー、カジキスイムっていうのもやってるんですけどこの頃、まあ、風の影響とかでやっぱ出れない日が多くなってて最高状況が悪いっていうのがあってちょうどまあラパスの方でこれができるようになって、うん、まあそれ、まあ、向こうの方に変わって、あのーまあ、結構確率よく見れるので,です、ね、あのおすすめのツアーではありますかね。 しっかりと体力を <laughs>、よく寝てから来てください <laughs>、はい激しいです <laughs>、はいでえー、次あの、皆さん、すごいいろいろ心配されている、えー、<laughs> コロナの対策なんですけれども、えー、と一応、国によっていろいろ対策、航空会社もいろいろ対策してて、あのーまあ、旅行に関する航空会社、ホテル、ダイビングショップというのもいろいろ対策をしている状況でございます。 でえー、と今日は、ね、あの簡単に、えー、航空会社の、えー、まあコロナ対策、こちらの方がアエロメ飛行航空の、えー、コロナ対策なんですけれども、ちょっとご案内をさせていただければと思います。えー、とまずはあの搭乗者のマスク着用のお願いですね。まあ、ねどこでも,もうマスクが皆さん習慣になったかと思うんですけれども、飛行機の中でもまあ必ずつけてねという形になってますね。はい、次が機内 あ空港、機内、スタッフともに衛生対策を取りますということで、機内の衛生維持をマニュアル化、空港の乗務員やスタッフの健康管理、空港の施設の消毒、はい、で次が空港や機内にてソーシャルディスタンスを保持します、カウンターや荷物受け取り場でのソー,サソ,ータルソーシャルディスタンスの確保。 カウンターや待合室への消毒ジェルの設置、搭乗者の、えー、サーモグラフィーや、えー、健康チェックの実施、こういうのをやってますね。あと、飛行機、機内の方なんですけれども、えー、とクルート、えー、の方がマスクと手袋の着用を、えー、義務付けています、えーと。機内紙の廃止、えー、国際線の、えー、方では、えー、消毒ジェルの配布で、あと、お座席の方は まあできる限りソーシャルディスタンスを確保するという形になってますね。まあ、なるべくなら一席空けてという形にはなるかとは思うんですけれども、まあ、できる限りということで、えー、チャレンジするということになってます。で皆さんもあのご存知かと思うんですけれども、飛行機はすごい換気システムがすごい有能ですので、あのーまあ、機内の換気に関しては、大体3分とか5分ぐらいであの1回換気できるということになっているみたいですので、 まあ、そこら辺は皆さんも対策していただければあの安心して飛行機に搭乗いただけるのかなと思います。はい。はい、次はあのパリの方から出ている、えー、コロナウイルスの感染症対策ということで、えーと、静子さんの方から簡単にちょっとご説明していただければと思います。はい はい、え結構ね、シンプルだと思うんですよ、何かしらの症状がある場合、感染者に接触した可能性がある場合はダイビングをしてはいけません、やっぱり熱があったりとか、あのちょっと具合が悪いとか、はい、そういう時ははダイビングに来ないでくださいということですね、しないようにしてくださいということですね、適切なスペースを保ちましょうで、これはお店の中とか、あとボートの上だったりとか、そういうところでも、今まで通りソーシャルディスタンスっていうのを保っていきましょうということですね。 で、次、手洗いと消毒をしましょうで、ショップの中とかもそうだと思うんですけどボートの中のに備え付けのトイレとか使って結構皆さんずれた状態で使ったりとかしてて何も手洗わずにそのままっていうことも多分あると思うのでそういう時でも、えー、トイレ使った後とかも手洗いとか消毒とかができるようにできるといいのかなと思います。はい、で、会話するはは医療用マスクをしましまょう。もうこれは どこに行ってもっていうことですね、ボートの上でも、うこですね、街でもね、どここででもとということですね、うん、でこう私たちの方も、ブリーフィングするときとかに、あのーこう、何か、まき、あ、散らさないようにつけるとか、そういうのが大事なんですね、きっと。はい で次、水面ではマスクとレギュレーターを使いましょうっていうのは、えっと、水面に上がってきたときとかやっぱり上がってすぐマスクパッって取ったりレギュレーター取ってわカジキやばかったねとかって言ってるとそこでこうあのお互いに感染させる可能性があるのでそこはあのマスクもレギュレーターもつけたまま、上がってくって機材を外すまではあのつけたままにしておきましょうっていうことですね。はい。 この清潔なダイバーになりましょうってこれちょっとなんかあれですよね <laughs> どういうことって感じだと思うんですけど、はいあのー、例えばマスクの曇り止めとかで自分のつばペッてやったりとかってこうやってぬりぬりぬりってやる人とかも多分多いと思うんですけどそこで、えー、ご自身で持ってきてもらったものでもいいですしあのショップに置いてある曇りどか止めとかでもいいので使っていただいてであの備え付けのバケツとかではなくてもう海水で。 流してそれを使うっていうような形で使うっていうのとあとはあのー、水面に上がってきてマスク外して鼻ブブブブブブ,ブってかんでそれを水面でジャバジャバジャバみたいなのも結構ダイバーさんあるあるだと思うんですけどこういうのとかも、はい、あのちょっと癖になってると思うのでやめた方がいいのかなっていうふうに思いますね。はいはい で水面では他のダイバーの呼気を作ったり空気をシェアしないように気をつけましょうっていうのはこれはさっきの水面だけではなくてボートの上だったりとかそういうことも含めてあのシェアっていうのはなんていうんですかオクトパスでとかではなくて同じこう上がってきて、えー、息を吸わない同じ空気を吸わないようにしましょうっていうことみたいです。うんでえー、最後水中ではエアアをシェアしないといと いけない重要な場面があるかもしれません、えー、バックアップ空気源は一度消毒した後、動作確認はパージボタンで行いましょう。そうですね。消毒してもう一回加えて戻したら意味ないです意味ないですもんね。消毒したものはえー、っとちゃんと使えるかな？っていう確認は自分でピシュッとこう。あのパージボタンを押して確認するようにしましょう。ということですね。 結構シンプルですね、はい。<laughs> そうですね。まあ、はい、あの、海なんで、まあ、陸上でね、あの、すごい大勢いるところにいる。行くよりは、あの、感染リスクっていうのは、多分低いと思うんですけれども。うん、まあ、それぞれ、皆さん、気をつけて、まあ、差しの注意払ってということにはなりますかね。そうですね。はい。ありがとうございます。で、えっと、み、まあ、ミキシコの方も、あの、ファンバーダイビングショップの方も。 これから営業再開っていうのをしていくことにはなるかと思うんですけれども、あのメキシコの場合は、えー、政府から営業再開にあたって、かなり厳格な対策が求められている状況で、一応その条件をクリアした、まあ、お店、ショップだけ、えー、再開できるっていうことになっています。で、えーっとまあ、いくつか挙げると、まあ、お客様、スタッフのマスク着用と検温、あ消毒。 送迎車のあやお店のポート上でのソーシャルディスタンスの確保。あと、ファンバーの場合は、まあ、キャンプサイトとか宿泊施設のようなものがありますので、こちらは、まあ、カップルは別として1、一人の方は、通常、あのまあ、同性愛部屋っていう形で使っていただいてるんですけど、まあ、1名一室ようにさせていただく。あと、レンタル機材の取り扱い。 行動管理などまあそういった対策を取ってま,まあ受け入れをさせていただくという形ですのでまあそれぞれ、えー、ショップの方もお客様も気をつけていただいて、えー、まあさんあのご旅行いただければいろいろリスクは減らせるのかなと思いますねはいありがとうございますで、えー、一応クラブアズールの方でもまあ皆様がまあ安心して安全にご旅行いただけるようにまあいろいろなね対策を講じて でツアーに関しては、えーまあ、キャンセル規定だったりを緩和させていただいたりしておりますので、まああのー、いろいろフレキシブに動いていきますのであの今後もぜひご利用いただければと思いますであとクラバーズールの方うで、まあ、海外のダイビングツアーというのを、まあ、多くご紹介しているんですけれどもあの現在、国内の、ね、沖縄、奄美大島小笠原とかのご旅行もご案内して えー、ご案内しておりまして、で今度はの、政府の方から、えー、需要喚起策ということで、GoTo キャンペーンっていう、えー、施策が打ち出されます。でこの、えー、施策なんですけれども、えー、と一応、旅行会社を通じての、えー、ご予約に関して、えー、旅行代金の半額が、えー、旅行代金の割引やクーポン等の形で、えーまあ、渡されるという形のキャンペーンもやりますので、 まあこれからえ非常事態宣言もとれ解けて、7月、8月と国内のご旅行とか、ご検討のお客様いましたら、ぜひお問い合わせでもいただければと思います。はいでえー、と一応、このセミナー、あのこれでほぼ終了という形にはなるんですけれども、あのラパスの件であのご不明点ありましたら、えー、メールの方をいただければえとお答えできますし、また静子の方も日本にはいますので、 なんか細かいところもね、いろいろ聞くことは思い聞くことができるかと思いますので、ご連絡いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、えー